あら、もう戻られたんじゃね。さすが主様、仕事が早いですね。のですが、主様の部屋の掃除もうちの仕事じゃけね。またまたご冗談を。主様自らがお掃除をすることです。主様は明治館を任された身、言うなれば課長じゃからね。主様にとってはそれが普通なんですか？そうだったんじゃね。主様の考えも知らずに差し出がましいことをしとりました。いえ何も。お掃除なんて些細なことなのに、なんて丁寧にお礼をしてくださるんじゃろう。この方がうちの新しい主様。その主様、よかったらうちに身の回りのお世話をさせてもらえませんか？とんでもないです。うちは主様のお役に立ちたいんです。それでは次はお洗濯をしますね。お昼近くになってしもうたけど、お日様が照っとるし、まだ間に合うじゃろ。さて、早速ゴシゴシっと。さあ、きれいになーれ。ふん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 。ほら、ぶちきれいになっとりますよ。あとは干すだけですね。こんなに朝早く、主様こそどうしたんですか？そうなんじゃね。なら、うちが入れますよ。そう遠慮せんでええよ。チートだけ早起きしとります。せっかくだから、明治館のみんなに朝毛も作ろう思うて。朝毛は一日の活力。任務にしろ、砂防などのお仕事をするにしろ、朝はきちんと食べにゃね。明治館にいるみんなはうちにとっての家族だと思うとりますので、そう言ってもらえるとうちも嬉しいです。家族は助け合い、支え合うものと、昔使えとった家でそう学びましたから。だから、うちはできる限りのことをしたいです。はい、もちろんです。そうでもありませんよ。手早くたくさん作れるものにしましたから。
主様は優しいですね。大丈夫、これくらい平気じゃけえね。うちが好きでやっとるんです。家族のために何かできるの嬉しいけえね。阻害なわけにゃ。ですけど明治館の長である主様に手伝わせるわけにはいかんし。でも分かりました。では今回だけ。ではまずお味噌を。麻毛の用意を手伝うだなんて、主様は変わっとるな。でも殿方と一緒に家事をするいうのも存外楽しいもんかも。これでしまいです。マガツキの討伐完了しました、主様。疎外なこと、主様が後ろで構えてくれとるからこそじゃね。さて、帰って明治館のお掃除をせんと。はい、毎日やらにゃ。うちはまだまだぶち動けますよ。家事は大好きなので、うちがやりたいだけじゃけえね。ここに来たようで。え、今なんと？それははしたないというか、家族の中でも家長は特別な存在じゃし、何よりその。主様がそう言うなら、その失礼します。そんなうちはやりたいことをやっとるだけで。切れそうじゃったから買い足しておきたいのと、何かおかしいですか？自分のことを優先。それじゃあその個人的に用意したいものがあるので、お店を教えてもらえますか？欲しかったオリート、取
り寄せてもらえるようです。織物をかじっとりまして、それでチーと用意したいものがあるんです。それは、あ、主様、チーと離れた場所にマガツキの気配が。うちの見立てではそれなりの数じゃね。ここは他の蜜剣にも討伐の要請をした方がええかと。ただ町中ですから対処が遅れるほど人々に被害が出てしまう可能性が。はい、うちもそれが最善と思うとりました。どうされました、主様？主様は疎外に考えてくれるんじゃね。承知しました。あがつきが出たいうのにうちの心配を。本当に優しいお人じゃね。ならここはうちが踏ん張らんと。どうされました？大丈夫、無理ないようにうまく立ち回るけ安心してください。それでは。やっぱり町の人を狙おうとしとるか。それに離れたところからも集まってきとるようじゃね。今より数が増えるのは誤算じゃったけど、町の人がチリジリに逃げてくれとるおかげで長月たちの狙いは読める。いやー、やらせはせんよ。助かったの？もう大丈夫じゃけえね。落ち着いて頑丈な建物へ避難しとって。わかりました。追わせるわけないじゃろ。さあ早く避難を。はい。さてと、うちに邪魔されて悔しがっとる。いや、左右からじりじりとお仲間が詰めてきとるね。一気に数で押す気なんやろうか。一体一体はさほど強くはなさそうやけど、じわじわ集まってきとる数を考えると踏ん張りがいがありそうじゃね。マガツキの残りを考えると楽観視はできんね。離れて様子見とる奴らにも気を配らんといかんし、命時間までの距離を考えるとどう急いでも助けはもうちょいかかるじゃろね。でもお掃除なんて些細なことなのに、なんて丁寧にお礼をしてくださるんじゃろう。ですけど明治館の長である主様に手伝わせるわけにはいかんし。主様は本当に変わってて不思議で、そして何より、主様は疎外に考えてくれるんじゃね。承知しました。あがつきが出たいうのにう
ちの心配を。本当に優しいお人じゃね。ならここはうちが踏ん張らんと。何よりうちを、剣を思うてくれとる。駆けつけてくれるまで持ちこたえにゃいけん。さあ次はどいつ。いえ、主様や他のみんなが加勢してくれたけえね。ただその、それじゃ一つだけ聞いてもええ？どうしてうちに最後まで戦わせてくれんかったの？その考えはわかるんじゃけど、でも阻害したら、いえ、うちのあの傷と疲労じゃ、おとなしゅう休むべきじゃったね。お礼を言うのはうちの方です。一本の矢は折れやすいけど、三本の矢はと分かっとるはずやのに、ついついうちがやらにゃってばかり考えて、難しいもんじゃね。主様ったら。でもわかりました。うちもこれからは一人で無茶したりせん。任務も家事もちゃんと助けてもろうたり、甘えさせてもろうたりします。大事な主様に心配かけとうないけえね。ゴシ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 、きれいになーれ。ちゃんと約束は守っとりますよ。昨日は非番で早く休ませてもろうたから元気いっぱいじゃしね。
の中は確認したつもりじゃけど、他にも洗い物があったら言ってくださいね。うちが好きでやっとるだけなので、どうか任せてくださいな。安心してくださいな、ブチきれいにしますから。もう変に遠慮せんでください。主様が言ってくれたんですよ、うちは家族だって。さすがは銀座の名店、いいオリートを取り寄せてくれたな。これなら主様にぴったりの羽織ができそうじゃね。旦那様の身なりにも気を配ってこそ、いいお嫁さんというもんじゃからね。